麦蘭は小型の着生卵である。日本産の着生卵では最も普通な種の一つである。麦蘭は単子用植物卵か豆ラン属の多年草である。日本産のこの属のものでは最も普通種で樹木の幹や岩に張り付いて育つ着生植物である。匍匐系は針金のように細くて硬く横に張ってあちこちから根を出す。 保腹形にはわずかに間を空けて、偽球形をつける。偽球形は、卵形で、緑色、表面は少しシワが寄っていて硬い。その先端に歯が一枚つく。歯は、楕円形、長さは1から3センチメートル。偽球形と同じくらいか一回り大きい。先端はマリー。歯質は、肉厚で硬く、やや扁平で、味脈に沿って少しだけ折れる。 古くなると、葉は、基部で折れて落ちるが、偽休憩は、数年間は生き残り、水や栄養を蓄える働きをする。したがって、古い部分は、緑色の卵型の粒が並んだような姿になり、麦卵の麦とは、これを爆流に見立てたものである。初夏から夏にかけ、偽休憩の基部から家系が出て、先端に花を、普通は一つつつける。家系は短めで、 花は、葉の上に顔を出さない。花は、黄色っぽく、それぞれの学編及び、側下辺は、長さ3から3.5ミ、mm、リメートルと小さく、楕円型で、やや先端が尖り、抱え気味に開く。日本では、本州、四国、九州に分布し、断音帯の上緑樹林に生育し、樹木状や岩状に着生する。国外では、朝鮮半島南部に分布する。 豆酢タランなどと混成することもある。よく似たものに、ミヤマムギランマキノがある。形は全体によく似ているが、ミヤマムギランの方が一回り、大きく、また、歯が細長く、先端が尖る。花は、花形が長く、歯の上に出て咲く。花形には、少数の花がつく。花型は特殊で、上側三辺と新辺は、ごく小さく。 下側外に弁は細長く伸びて、長さ8ミリメートルほどになり、平行して前に突出し、その先端はまとまる。全体としては小さな船型に近い。紀伊半島から四国、九州、それに台湾に分布する。日本では、麦蘭などと似たような場所に生える。また、別属のお皿マキノも似たようなところに生え、姿や大きさもやや似ているが、 保福系がなくて、偽球形だけが並ぶこと、その先端に普通は葉を2枚つける点などが異なる。実用的な利用はない。その形の面白さから、干渉用に栽培されることもあるが、それほど干渉価値の高いものではなく、また普通種でもあるので、減少傾向は著しいものの、取り尽くされるような最終圧はかかってはいない。ただし、ミヤマムギランには、 不入り株が発見されており、干渉価値が高く評価されている。ありがとうございます。